皆さんこんにちは。 MLB では大谷翔平選手の FA 去就に大きな注目が集まっていましたね。 NPB からも毎シーズンのように海を渡っており、今オフも山本由伸選手、今長翔太選手らが新たなメジャーリーガーとなりそうですね。一方で FA 権を行使してメジャー挑戦を目指しましたが断念した選手もます。今回は最終的に国内球団への移籍を決断した選手を紹介したいと思います。1人目は小林博之さんです。2010年オフに海外 FA 権を行使した小林博之さん、複数のメジャー球団が調査に乗り出していると報じられましたが、獲得オファーはなく阪神タイガースに移籍しました。1996年ドラフト4位で千葉ロッテマリーンズに入団。2003年に初の2桁10勝を挙げると、2005年から3年連続で2桁勝利をマーク。特に2007年は13勝3敗、防御率 2.69 と優秀な数字を記録しました。その後2年間は不調に苦しみましたが、2010年からクローザーへ転向。57試合に登板し3勝3敗29セーブ、防御率 2.21 の好成績を残しました。同年オフにはメジャー移籍を目指して FA 宣言しましたが、獲得球団は現れず、ロッテは宣言残留を認めていなかったため阪神へ移籍する運びとなりました。交渉を前に大阪府内のホテルで阪神さんで頑張ろうと思います、いろいろ悩んだけれど選手として必要としてくれる球団で頑張るのが一番幸せ、昨日か今日ぐらいに決めました、今はすっきりしていますと自らの決断を明かしました。これまで小林博之さんはアメリカが最優先、とことん待つ覚悟はできていると大リーグ移籍を目指して長期戦も覚悟していました。米7、8球団が興味を示す中、ツインズ、ナショナルズはメジャー契約も検討。しかし米球団から具体的な条件提示はなかったようです。一方で FA 宣言直後から水面下で調査を続けていた阪神からは14日に獲得意思を伝えられました。大リーグ移籍の希望を尊重し本格交渉も控えてくれました。そんな誠意が小林博之さんの早期の決断を促しました。将来的な大リーグ挑戦についても今は全く考えていません、阪神さんに失礼、高いレベルで野球を取り組むことは変わりがないと小林博之さん、選手生活を阪神で全うする覚悟を問われると、そうですねと生涯トラも誓いました。移籍初年度は42試合登板、1勝5敗21ホールド、防御率 3.00 とまずまずの数字を記録。しかし翌2012年は1軍登板なしに終わり、わずか2年で戦力外通告を受けました。その後は独立リーグや埼玉西武ライオンズなどでプレーを続けました。2人目は中嶋聡さんです。持ち前の強肩はメジャークラスと称賛されていた中嶋聡さん、日本人捕手として初めてメジャー移籍を目指しましたが好条件を得られず国内移籍となりました。1986年ドラフト3位で阪急ブレーブスに入団。高卒3年目の1989年にゴールデングラブ賞を獲得すると、翌1990年には2桁本塁打をマーク。1995年には攻守にわたる活躍を見せベストナインに輝きました。1997年オフにメジャーリーグへの挑戦を目指し FA 権を行使、アナハイムエンゼルスの入団テストを受けましたがメジャー契約を得られず移籍を断念。プロ入団時からその強肩がメジャー級と称賛され、チームに在籍した外国人選手のニール・フレーザーらからも向こうでやってみたくないか、できるぞと言われたことで徐々に本場で実際に確かめてみたいという思いが強くなったそうです。11月には自ら渡米しアラン・ニーロ代理人と共に数球団のテストを受け、予想通り守備面は高い評価を受けたのですが、バッティング面の不安と中嶋聡さんがメジャー契約にこだわったこともあってなかなか色良い返事をもらうことができなかったようです。20日ニーロ氏がエンゼルスと最終交渉を行いましたが、年俸25万ドル、当時で約3175万円のマイナー契約しか提示されず、断念を決めました。この日、自宅前で取材に応じた中嶋聡さんは、アメリカ行きは諦めました。今後は手を挙げてくれている2球団と話し合います、とサバサバした表情で語りました。最終的に獲得に乗り出していた西武ライオンズに移籍しました。西武で5年間プレーした後、
横浜ベイスターズを経て2004年から北海道日本ハムファイターズに加入します。ベテラン捕手としてチームに重宝され、2007年からはコーチの役割も兼任、 NPB 最長となる29年間の現役生活を全うしました。現在はオリックスバファローズの監督を務め、チームをリーグ3連覇に導くなど名将としての地位を着実に築いています。3人目は稲葉篤紀さんです。北海道日本ハムファイターズにとって初めての FA 獲得選手となった稲葉篤紀さん。 FA 宣言当初はメジャー移籍を目指していましたが、結果的に国内移籍となりました。法政大から1994年ドラフト3位でヤクルトスワローズに入団。プロ2年目に外野のレギュラーを奪取すると、2001年には打率3割1分1厘25本塁打90打点の好成績で初のベストナインを獲得しました。翌年以降はやや成績を落とすも、2004年は打率2割6分5厘18本塁打と復調。同年オフにメジャー移籍を目指し、海外 FA 権を行使しました。しかしメジャー球団からオファーはなく、獲得に乗り出していた日本ハムへ移籍しました。大リーグの入団テストを受けましたが、オファーは届かなかったようです。ヤクルトとは年俸で折り合いがつかず、日本ハムへ。不本意な部分もあったかもしれないですが、大飛躍のきっかけとなりました。稲葉篤紀さんは前向きに変わろうということができた。球団も変わったし、自分も変わらないといけないと思い切って自分で考えたフォームに変えたと語っており、バットを初めからトップの位置で構え、オープンスタンスからスクエアに戻し、バットのヘッドを立てた V 字スイング、これがしっくりきてみるみる結果が出たと本人は振り返ります。移籍2年目の2006年には自己最多の26本塁打を放ち、ベストナインとゴールデングラブ賞のダブル受賞。翌2007年には打率3割3分4厘176安打17本塁打87打点の好成績を残し、首位打者と最多安打の打撃2冠に輝きました。その後も主力選手として長らく活躍し、2013年はコーチも兼任、選手専任に戻った2014年限りで惜しまれつつも現役を引退しました。4人目は谷繁元信さんです。 NPB 記録となる通算3021試合に出場するなど一時代を築いた谷繁元信さん。1988年ドラフト1位で横浜大洋ホエールズに入団。高卒1年目から1軍で出場機会を得るなど、早くから頭角を現しました。1998年には司令塔としてチームをリーグ優勝、日本一に導き、ベストナインとゴールデングラブ賞をダブル受賞。キャリアを重ねた谷繁元信さんは2001年に海外 FA 権を行使、メジャーリーグへの移籍も十分に想定されていました。実際谷繁元信さんは入団テストも受けており、サンディエゴパドレスから入団オファーがあったと言われています。もし谷繁元信さんがメジャーに移籍していれば、日本人キャッチャーでは史上初のメジャーリーガーになっていました。ですが自身が満足できる条件ではなかったこともあり、メジャー移籍を断念。その後は横浜残留も取り沙汰されていたものの、中日に移籍しました。新天地でも扇の要を担い、移籍後はゴールデングラブ賞を5度獲得、最後は選手兼任監督を務めるなど中日の黄金期を支えました。5人目は相川亮司さん。23年間の現役生活で2度の FA 権を行使した相川亮司さん。1度目の FA ではメジャー移籍を目指しましたが、獲得球団が現れず国内移籍となりました。1994年ドラフト5位で横浜ベイスターズに入団。1999年に1軍デビューを果たして徐々に出場機会を増やすと、2004年に正捕手へ定着。2007年には打率3割0厘と打撃でも存在感を示しました。翌2008年は故障もあって101試合出場、打率2割5分5厘7本塁打と数字を落としましたが、同年オフにメジャー挑戦を見据えて海外 FA 権を行使。村上チーム運営部門統括はメジャーも含め FA しますと聞いている、本人の権利なので意向を尊重したいと話しました。横浜は FA 宣言選手が国内球団とのみ移籍交渉する場合は交渉が不調に終われば残留を認めています。ですが米大リーグと交渉する場合は編成日程上残留を認めていません。
米球界挑戦なら横浜対談の公算が高い。相川良二さん側は球団広報を通じ、人生で一番大きな決断をしようとしているので定められた期間中しっかり考えて決めたいです。申請書を提出したからにはどの球団からでもお話があれば聞かせていただきますとコメントしました。しかしメジャー球団からの獲得オファーはなく、東京ヤクルトスワローズへ移籍となりました。新天地でも正捕手を担い、2010年には打率2割9分3厘11本塁打65打点の好記録をマーク。その後は中村悠平さんの台頭もあって出場機会を減らすと、2014年オフに2度目の FA 権を行使、2015年から読売ジャイアンツに加入しました。巨人では主に控え捕手としてバックアップの役割を担いました。チーム最年長捕手としてチームを支え、2017年限りでユニフォームを脱ぎました。いかがだったでしょうか。今回はFA 権行使するも最終的に国内球団移籍を決断した選手を紹介しました。大谷翔平さんのドジャース移籍が発表され、野球界がとても盛り上がっていますね。山本由伸さんや今永翔太さんが今後どこへ移籍するのかも注目が集まっていますね。今後の動向に注目していきたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。